判例1、一、大角膜に、肝臓から3、胃4、膀胱5、恥骨六、膣七、膵臓から八、十二指腸九、黄甲結腸十、小腸から十一、子宮から十二、直腸腹膜空腹膜は、胃や肝臓といった腹部の臓器の全体内し一部を覆っている薄い半透明の膜である。腹膜は、腹腔の中にあり、胸膜、心膜と共に小膜に分類される。 腹膜で囲まれた閉鎖空間を腹膜空という。なお、腹膜空と腹空はもともと別のものであるが、両者が同義のものとして扱われることも多い。腹膜は外表面を覆う単一の中皮細胞層と結合組織である中皮下層より構成される。また腹膜は腹壁内面の壁側腹膜と臓器表面の臓側腹膜に区別されるが両者は、 連続しており、腹膜面の総面積は1.7から2.0平方メートルに達する。これは体表の表面積にほぼ等しい。腹膜空には少量の昇液が含まれ臓器の運動の摩擦を防いでいる。臓側腹膜と壁側腹膜の移行部が長くなって二重膜を作っているところは、膜と呼ばれ、臓器に出入りする血管、神経の通路となっており。 器官や体壁への連絡路の役割を果たしている。腹膜は数多くの間膜に区分されているが、中でも大きいのは胃の周りにある大網と小網である。胃の下側から下方へ、エプロンのように腸の前に垂れ下がった腹膜を大網という。特に大網の上部は池腸管膜と呼ばれる。大網は発生の始めには薄く半透明であるが、 次第に、膜の結合組織を走る血管を中心にして、脂肪組織やリンパ球、形質細胞などが集まるため、気化色を呈するようになる。大網は移動性が豊かであるので、炎症の原因となる箇所を包んで、復腔内全体への波及を防いでいる。このため、大網がまだ十分発達していない小児では、中水炎が破裂すると復腔内に広がりやすい。大網は、 脂肪の貯蔵にも関係している。肝臓の下面を覆う腹膜を小網と言い、胃の上部と十二指腸の渋へと続いている。胃に至る方を肝胃肝膜、十二指腸に至る方を肝十二指腸肝膜と言い、前者は肝肝や固有肝動脈などの、後者は左、右移動静脈や、瞑想神経の家だ、肝栄だの通路となっており、局所解剖学上重要である。 腹膜は発生の始めにおいて、心膜、胸膜とともに、太鼓の内側を覆う、中肺溶性の膜として出現する。この膜で覆われた部分は、肺内太鼓と呼ばれ、やがて連結していた肺外太鼓と分離して太鼓が形成される。その後、太鼓は、心膜、胸膜や横隔膜によって分けられて3つの、独立した太鼓、すなわち心膜空、胸膜空、 腹膜空となる。最近、血液透析に代わる、新しい透析方法として、腹膜透析が行われている。これは、ブドウ糖などを入れて、浸透圧を高めた透析液を、腹膜内に入れ、体外の老廃物をこし取るというものである。腹膜透析の一番の利点は病院に行かずに、自宅、勤務先ででき、生活の質を高く保てることであるが、 腹膜の機能を下げるといった欠点もある。ありがとうございます。